家族のために、うちで過ごそう。できることをやってみよう。ね、頑張ろう。ピキピキピキセハルスアドスパサーサス、こんにちは、ハルチャンネルです。なんかやっと顔のところの傷がね、治ってきたかな、若干ね。でも全然まだまだだね。ほんと怪我するとさ、治りが悪くてね、カエルちゃんはね、うん、時間かかんだよね。うん、大丈夫？うん。ね、薬塗るわけにもいかないし。とりあえずね、水を常にきれいにするしか方法ないんだよね。怪我しちゃった場合はね。うん。毎日水替え。ね。それだけだ。ね、きれいにするといえば、コロナ。ね。全然落ち着かないね。なんかどんどん悪化してる。そう思わないかい？ん？なんかね、外行くだけでも疲れるんだよね。周りの人を気遣ったりね。買い物するだけでもさ、距離を置いてね、並んだりしなきゃいけないし。やだね。かわいいかわいい。こうやってやってる方が落ち着くや。やっぱ家の中にいる方がいい。うん。かわいいな。ん？この頭んとこの傷、触ろうとすると嫌がんだよね、これ。かわいい。痛いんだよね、きっとね。うん。早く治ったらいいね。毎日頑張って水変えるから。ね。頑張ろう。うん。申し訳ないね。ちっちゃい水槽でね。うん。LINE スタンプ検索で、はるチャンネルかアフーシで一覧が見れます。クリエイターズになります。グッズ販売についてはツイッターまでお願いします。最近さ、こうやってね、触ってるとさ、手に登ってきちゃうんだよね。全然さ、撮影がうまくできないんだよね。ダメだって。うん。顔見えないよ。うん。ダメだって。顔隠したまま泣いちゃう。ん？あらら。これ。よいしょ。これ顔が、うん、いいんだって。登んないの。これじゃダメだよ。顔が前向いてくんないとダメなんだよ。見えないでしょ、顔がね。うん、なんかどうしても登りたくなっちゃうんだよね。なんなんだろうね。登んなくたっていいのに。ん？あんたバジェットガエルなんだからさ。いいの、登んないで。なんかうまくいかないね。どうしてもね。なんか登っちゃうんだよね。どうしてですか？ん？なんか登りたくなっちゃうんだね。うん、やだやだ。いいの、いいんだって。うん、ここ最後まで動画を見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、評価お願いいたします。はるチャンネルでした。手洗いを忘れずにお願いします。